こんにちは。服とスノーボードの店、レーブ前橋の大輝です。レミーラ2023年真夏物からこちらリプレイージーのサンプルをお借りすることができたので、これについて着たり話したりしてみたいと思います。素材なんですけど、今回ね、あのレーヨン 100% の生地、まあ、レーヨンってアロハシャツとかねでよく使われる繊維なんですけど、なんかね、あの木を溶かしてそれを繊維状にまた固めたっていう謎の繊維なんですけど、だからあの石油由来とかではないけど、ちょっと人工的に作った繊維がレーヨンですね。もともとはその絹、シルクに匹敵するものを作りたいというか、シルクってね、やっぱお蚕さんが作るやつなんで結構高価なんですよね。それをもうちょっと安価に作りたいっていうところからできたんで、シルク並みの程よいツヤと、あとね、このヒラっていう感じ、ドレープ感、すごいでしょこれ、ヒュッて上がってきちゃうんだからっていう感じのね生地です。非常に履いてて気持ちがいい。もうこう足を動かすとヒラヒラヒラっとなるんですけど、もうねめちゃめちゃ気持ちいいですこれ。まあアロハシャツね、レヨンの着たことある方は分かると思うんですけど、あれめっちゃ気持ちいいじゃないですか。あれがね下に来ると、いやこんな気持ちいいのかって思いますね。夏ね、まあ、僕短パン履いちゃうんですけど、これなら全然いけんじゃないかなっていう感じ。短パン派の人でもいけちゃうぐらい涼しい生地って感じです。で、形について、僕が今履いているのがサンプルなんですよね。丈は L サイズぐらいで、幅がね XL ぐらいになってるって言ってました。なので、まあ、ちょっと製品版にないサイズなんですけど、僕は172センチ、52キロの体型です。なんか幅がね、これ XL 相当って言うんですけど、僕ねパンツをこうゆったり履きたい派なんで、むしろこんぐらいあってもいいんじゃないかなっていう感じですね。で、ここら辺ねゆったりしてるんですけど、結構テーパーが効いてるかな、シュッっていうほどじゃないんですけど、程よくねテーパー入ってて、ここゆったりしてんだけど、ちょっと大人っぽい雰囲気ありますよねこれね。まあ XL だとちょっと丈が伸びるから、こんぐらいになるのかな。あ、でもこれはこれでかっこいいんじゃないですか。これ僕 XL いっちゃうかもしれないな、まあ、若干ねここのこの生地がこう余る具合があるんで、まあ、L でもいいのかなと思うんですけど、で綺麗めというか、あのジャストで履くなら M なんですよ。ミディアムで履けば多分ね、ちょっとこう、あでも M も良さそうだな、こうちょっとさすっきりするわけじゃないですか。このぐらいなのかな。で、裾はね、今全開になっちゃってね、もうちょいテーパーになると思うんで、あーでも M かなね。なんかこう上品な生地だから、いやーこれ悩んじゃうじゃん。うん、そうだよね、ちょっとこう細くなるから M なのかな。ちょっとね XL だともうゆったりなんですけど、ここがねこうめっちゃ重なっちゃうんで、ちょっとエスニックな雰囲気も出たりするかな。あれこれサイズ悩んじゃうな。まああの別段こうゆったりがいいよとかじゃなければ迷わずミディアムサイズなんですけど、そういう感じのサイズ感です。で、作りなんですけど、まず生地がね、まあ、レーヨンで、生地化のところで話し忘れちゃったな。
あのリップストップになってます。格子状になんかなってて、まあ、あの避けにくいようになってるというかっていう生地ですね。でポケットがもう前に2つ、ちょっとこういうスラッシュではなくてちょっとファイブポケットっぽい感じかな、ちょっと上から差し込むタイプのポケットと、あとね後ろはね右後ろだけ、右後ろサイドちょっとこう右端に寄ってるタイプですね。で左後ろはないタイプで、フロントはこういう感じで、まあ、ゴムと紐が通ってるイージータイプになってます。でこのパンツなんですけど、ちょっとご注意点がありまして、あのレーヨン 100% なんですよね、生地が。でもめっちゃ気持ちいいんですけど、レーヨンってこう生地の特性で縮みやすいんですよ。だ基本洗濯機でガンガン洗えない生地ではあるんで、ちょっとねそこがちょっと面倒くさい部分もあるかなと。まあ、洗うなら、まあ、冷水で手押し洗い、しかもこう水につけとく時間が長くなるほどこう繊維がねぐわーって膨張して、それでこう絡まって縮んじゃうんで、もうなるべく短い時間押し洗い優しくして、で脱水ももうねがっつりかけちゃうとシワが残っちゃうんで、まあ、1分以内、うん、さっは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 っっていう感じでね洗ってもらう繊維になってると。でこれがだから出荷の時も一回ね洗い加工かけてから出荷になるんで、若干ねあの表記のサイズとブレがいつもよりもちょっと大きく出ちゃうかもしれないですって書いてあったんで、その辺はあのご了承ください。あの、ね、ちょっといつもよりワンサイズ上げ目で注文してもいいかもっていう感じなんですかね。ちょっとねそこら辺怖い部分でもあるんですけど、ね、めっちゃ縮んでたんですけどとか怖いんですけど、ただ履き心地はめちゃめちゃいいです。なのでちょっとご注意しながら履いていただければなと思っております。この履き心地はねマジでなんか感動するんで、僕はねちょっと1本買ってみて、でもしめっちゃ縮んじゃったりして履けなくなったら、まあ、妻にあげようかなっていう、まあ、そういう感じですかね。ちょっとこればっかりはねこのメリットデメリットを天秤にかけてみてもらってご購入を判断していただければと思います。そんな感じですね。まあ、こちらはねあの他にブラック以外カーキとネイビーありまして、ネイビーの着用画像もあの商品ページに載っておりますので、あの概要欄のリンクをポチッとして予約ページを見ていただくと他の色の入ってる画像も見ていただけます。で今回からねあのちょっと予約の発送方法あの楽になりましたと。今までもう3点予約いただいてたら3点が全部入ってきてから発送っていう風になってたので、まあ、その都度欲しいっていう場合はもう3点だったらね3回注文を分けてもらう必要があったんですよね。ちょっと手間だなと思いまして、あのこう別々に発送するっていう選択肢を増やしました。なのであのご注文のご住所とかを入力するところですね、それの上の方に配送方法っていうのを選べるようになったので、そこで別々に発送っていうのをポチッとしてもらうと全部ね入荷ごとに発送できます。でねこれ送料が普通だとね1万円未満、税込み1万1000円未満だと送料がねかかってくるんですけど、レミーラの場合は基本的にはあの T シャツ1枚とかでも送料無料で発送しておりますので、追加の送料はなしで送れます。
ご安心ください。ただね、今回出てるあの CD だけ、 CD は通常と同じ送料いただくことになっちゃうんですよ。あれ1個だとね1800円なんで、送料でね赤字になっちゃうので、そこはねあのすいませんって感じなんですけど、まあ、他のレミラの T シャツとかバッグとかそういうのと同梱になれば、もし1万円未満でも送料無料で発送って感じにしますので、そこら辺はねあの臨機応変にやらせていただきたいと思います。ちょっとね今回初めての試みなので、ご不明点などあるかなと思います。もしありましたらメールでご連絡いただければ、あのご対応させていただきますので、ご連絡ください。そんな感じでまた。